羽島恭志郎の雑談ではない何かのコーナーです。今から僕がね、普通変なことばっかしませんけど、何もしませんのでね、それを見てくださいって思ったけども、寝るわ、ごめん、ギブアップっていうの絶対やるよね。俺いけると思ったんですけど、いけませんでした。バイバイみんな、おやすみなさいね。まあ、これを見てる時に仕事行ったり学校行ったりする人はね、めちゃくちゃサボろうね。なんだろうね、先生とか誰かになんか変なこと言われない程度に、なんかその先生に怒られない程度にサボろう。部活もね、そんな好きじゃなかったらね、やめるのめんどくさいじゃん。みんなサボろう。でもやめた方がいいんですけど、部活なんで、やりたくなかったら。でも俺やめれなかったんでね、部活。あ、まあ話始まったけど、まあいいか。いや、部活俺やめれなかったんですよ、なんとなく。だからね、あ、耳かゆ。剣道部を早めに抜けた子がいたんですよ。その人はもうサッカー部に行ってたんですけど、めちゃくちゃ賢明な判断だなって思った。いやーね、部活はね、やりたくなかったらやめればいいんですけど、それってできないんですよね。なんかなかなか踏み出せないんですよね。でもそれができるって結構重要ですし、できる訓練をしといた方がいいと思うし、でも難しいんですよね、やってるうちって。そんなに嫌って思わないですよ、部活って。嫌なんですけど、なんかもう拒絶するほどじゃないんですよね。受け入れてしまってる自分がいるんですよ。そんななんかアナーキーにはなれないよね。なんか、あ、もうやめたーって言って、先生やめるわーみたいなさ、コントみたいなことできないじゃん、人間。先生やめますって、なんか、ふざけた人間で生きたいよね、みんな。山先生、なんか、正直言って、やめます。さよならみたいなさ、そんなんできたらもうスーパースターだよ。うん。いや、やりたいけど、俺もやりたかったな。そうやって剣道部やめたかったかもしれない。あ、もうやめます。あ、もうなんか、なんとなく、そもそも僕、部活あってないし、あとこれからいろんなやつもやめてくんで、じゃみたいな。ねえ。で、俺学校行かなくなったんですよね。学校行かなくなったりが適当に仕事増やしすぎたせいです。単純に。内申点も上がらないのになんか仕事増やしすぎるっていう、なんだろうな、人生の難易度上げていくっていう、アホなことやっちゃったんで。で、学校、こう嫌いですよ俺。っていうか、そもそも学校臭いんですよ。青春の匂いじゃなくて、普通に臭いんだよ、油の匂いがして。学校は臭い学校だったんで、普通に行きたくないですしね。いやー、でもね、辞める覚悟って大事なんすよね。ずるずる引き伸ばしていくか辞めるかっていうのはね。だからやる前に結構しっかり考えないといけない。やめんのめんどくせえから。やめるのってエネルギーめっちゃいるんだよね。やりたくねえわってなってもさ、なんかよくわかんない始めてもさ、やめるのってめんどくさいから、注意深く考えていくのもありかもな。モスガーバー、モスガーバー、ランズンドーズナンドンド。犬は今頃眠ってるんだろう。寝ぼけているよりいるよりマシさ。甘えてられんのも今のうちさ。やめろ歌うの。俺が俺に呼んでまんだ、俺が俺に呼んでまんだ、俺が俺に呼んでまんだまんだまんだ。ふざけ始めましたね。ツイッター楽しいな。ダメだ、俺ツイハイだ。ツイハイアース。どこ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 ロッカー。でく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 。元気あり余ってますね。躁鬱状態の躁ですね、これは。Hey DJ! ゲッパーランドって名前良くないか。誰が考えたんだろう、筋肉マンの。
ゲッパーランドっていい名前だよな。ゲップゲッパーランド、ゲッパーランド、ゲッパーランド、イエーイ。本当におかしくなってる。まあそういうことはどうでもいいんですよ。いやー、でもこれからのメグイン TV 期待ですね。そんなに言ってさ、つまんなかったらそれもうずっこけですよ。おー、ってみんなもうすごいこけると思いますよ。ツイッター楽しいな。幸せは歩いてこないんだから、歩いて行くよ、ここよ、ここ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 人生はワンツパンチワンツパンチワンツパンチ、汗かきベソかき、ランラランラランランラランランラ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 ラン、綺麗な花が咲くでしょう。ラルルロンロ、ラルルロンロ、ワンツワンワンツ、ラララルンルロロ、デンデデレデデン、デンデンデンステデンデデン。イエーイ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 うんちくパラダイスパラダイスパラダイスですが、そこは地獄地獄。イエイ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 、空間にぎにぎ、空間にぎ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 するだけ、空間にぎにぎ、空間にぎにぎに、空間にぎにぎ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 にぎ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 、なう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 、No no 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 no見たかったダーケーです、ダーダーバーケッケッケーです。やばいね、本当に狂ってんじゃん。何しよっかな、何しちゃおっかな俺。まあメグイン TV ね、メグイン TV の話はね、まあこれで終わりじゃないです。俺は同じことをずっと喋ります。まあメテオとファルコンとメテオでしたっけ、まあ、それはね面白い動画作ってくるのか知らないですけど、メグイン TV やめてってやつ大体つまらない説ってありますけど、バンノケさんはねチャンネル登録者そこそこ伸ばしてますから、16万人すごいよね。やっぱ頭いいんだろうなバンディさん、賢いわ。
でも一番賢いのファルコンとメテオかもしれねえな。でも一応今 4.8 万人で1万8000人増えたか分かんないな。何人増えたんだろうな。ファルコンとメテオ、そのアイコンが前のやつのまんまなんだよな。アイコンがさ、アイコン前のメテオさんの個人チャンネルのままだ。本当にすごい急いで作ったんだろうねっていう。で今は必死に動画撮ってる感じね、お金稼ぐために。うん、でも収益ができるかな。だからこの動画でみんなにいっぱい見てもらってやるみたいな。アホが見る豚のケツ。その歌歌うのやめよう。ねえ、うわうわ、キモ。びっくりした、なんかクラウドシステムのなんか行きやがってブチ切れそうになっちまった。うわうわ、キモって言っちゃった。チャンネル登録者最近登録されたばっかなんだ。まあ、1万人のチャンネルから3万8000人伸びたって計算ですかね。表裏一体、指で弾くコインが空に舞う。僕は一体どっちの結末願う。双葉チャンネル、またパワーアップして帰ってきます。耳を知りたい、ほじりたいよ、耳、ほじりたい。耳。バンディさんは結婚を理由に円満退社をアピールしてましたが、おそらく思うところは同じだったのではと思います。お二人を引率する形で先に辞める勇気を見せてくれたのではと、今では感じています。辞めれてよかったかなと。そっか。そんなひどいことしてたのがさ、デルベッソじゃなくてデベソだっけ。デルベッソのことをデベソって言ってたのが。デルベッソなんて人いたっけ。
やっぱ根は変わってないのか、めぐいんさん。クズのところは。悲しいな。面白い動画を作っても、でもそれが芸術家だからな。うん。めぐいんさん面白い動画作ってるんですけどね。面白い動画いっぱい見るんだけどね。やっぱ楽しくは作れないのか。うん。面白い動画いっぱいあったよ、めぐいんさん。昔の動画とか好きだったし。でも人間性が終わってんのか。怖っって思っちゃった。めぐみさんそんな悪い人だったんだって思った。もう勝手に、だからそう、いい人に見させようとしてるってことは、いい人じゃないってこと。じゃあ俺めっちゃいい人じゃん。あんまなんか、ね、ずかずか何でも言ったりして、俺いい人じゃないからなとか言ってるってことは、俺めっちゃいい人じゃんって言って、本当にいい人じゃないんですよね。で、いい人に見せようとしなくて、悪い人に見せようとして、いい人に、結果的にいい人に見られようとしてる悪い人です。だから、あ、この人、いい人ように見せようとしてないから、いい人じゃなくて、いい人に見せようとしてない、悪い人に見せようとしてるけど、実はいい人なんじゃないかで、悪い人見せてるんだけど、実は悪い人っていう感じですね。悪い人っていうかね、まあ、いい人ではないし、どちらかといえば悪い人です。僕は悪人です。クズです。ごめんなさいね。でも面白いんです。面白く。面白いって思うかは難しいもんな、人によるから。俺は自分のことすごく面白いなって思って、自分のツイッターも面白いな、ツイート面白いなとか動画面白いな、やっぱ面白いな、最近もすごい面白くなってきたなとか思って、最近しっかり喋るようになったんですごい面白いんです。でもあんま喋ってしっかり喋れてないからね、動画さっきの1時間40分の動画絶対喋れてないからね、しっかりと。でしっかりと喋れるようになれば、みんなが俺が面白いことで言ってても気づいてくれるかなって思って、だから今、今度からね、しっかり喋っていこうと思います。お腹空いちゃったから、一旦休憩だ。じゃあ、バイバーイ。あ、でもその流れで寝ちゃうかもしれない。